3、2、1、はいって言ったらクリックしますよ、皆さん。引っ張りますよ。こうドキドキした緊迫の瞬間、引っ張りますよ、俺は。はい。ああ、そんな気がしてた。私はそんな気がしてただ。そんな気がしてただ。てか、もう一つ持ったんや、お前。あんたもう一つ持ってる、ポリバケツ。ああ、フィジカル。とっさのフィジカル。とっさのフィジカル出ました。多分、鱗一人しかおらんけん、多分、映えることはないでしょう。失態隠しとけ、お前。せめて失態を隠しとけ。この鱗の失態を。この今、フィジカルで倒した鱗の死体は、どっかに隠しとけ。見つかってね、おい、この近くにあいつらがいるぞ、みたいな感じになるぞ、お前。よくあるパターンやぞ、お前。の死体は何だったんだ。家を出るときに、鱗がもう一人、ポリバケツを運んできましたね。おそらく、あれにも入っていたのでは。それじゃあ、何に殺されているんだ。清水は無事なのか。鱗に帰られたとしてもこういう殺され方をする可能性があるという。清水さんの生存確率はもう5%を切ってるような気がする。これで逆にさ、物語の最後でさ、みんな僕は無事だよみたいなだけで出てきたから、えってなるよ、お前異能生存体や、異能生存体や、お前キリコキュービーじゃないかってなるよ、お前。 鱗の力自体はそんなに強くないのかもしれませんね。え？ポリバケツを持っていたとはいえ、突き飛ばして逃げることができました。人間の力とそう変わらない気がします。フィジカルが強かったらいける。それなら私たちでも倒せるかもしれませんね。そうです、まだ希望はあります。行きましょう。でも強行突破作戦とかどう？強行突破作戦とか。おっと、水見荘の前まで来たんじゃ。もう目の前か。もうじき旅館の前ですね。さっきの鱗以外はいませんでしたね。雑用係か、あいつら。あいつら雑用係か。あ、鱗の中でもなんか上下関係点があるんやな。抜け道の方に警備を回してるのでしょうか。違いますよ、寺野さん。誰？清水を、あれ？なんかお前さ、他の鱗とは違う変化の仕方してるぞ、お前。ある意味、鱗やけどか、肌の感じが鱗やけどさ、お前、なんか違うぞ、お前。他の鱗と違うぞ、お前。清水！正面は僕が持っているから、他の男には手を出しておさせない、それだけの理由です。僕は、静江の目に選ばれし者。そして、お前を待っていたんだ。夢見てる。え？彼女はお前を連れてくるように言っている。でも、なぜお前なんだ。僕の方が彼女を愛しているというのに。俺たちがここへ来たのは、清水さん、あなたを救うためでもあるんだ。寺野さんは、鱗に変わったあなたを、それでも助けようとしているんですよ。目を覚ませ！僕を助ける。だって？寺野さん。どこまでお人よしなんだ。ちょっと僕も思った。ちょっと俺も思った。俺だったら見捨てるなーって思うのに、テロさんは助けるんだって感じで思った。すごい目になってる、こいつ。あなたが生きていたら、決意が鈍ってしまう。優しさで。あー！スコップ！おう、スコップ！日常的に隠れ、いろんなところにあって、それでいて、殴れば人を殺せる可能性があるスコップ。鈍器としては手軽かつ高威力。清水。お前らを殺してやるぞ！清水亮を倒せ。え、亮って下の名前だった？下の名前亮って言うんじゃん。知らねえわ、そんなん今頃。
わー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 、あのシャベルを切り離そう。連打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 、わーシャベルパン、うぐーフィジカル、こっちがフィジカルの力じゃ。おお窓だ、握力で、勝負読んできておる。もう一発、アダックフィジカル、グホー、ナイスフィジカル、ラグビー部にどうぞ。やったぞ清水、ご主人様、もう清水は人間には戻れないでしょうか。久しぶりに出てきたご主人様、もう笑わん、もう笑わんからな、お前。人間にですか？死者になったわけじゃないのなら、自然の呪いが解ければ戻れる可能性はありますけど、本当に戻れるかは断言できません。そうですか。寺野さん、どうしてそんなに清水さんに肩入れするんですか？だって清水ですよ。ご主人様にはいくつか話しておかなければならないことがあります。え？一つは清水という男についてです。ご主人様は清水に対する印象は悪かったと思います。まあそうですね、あのポキポキ首を鳴らす感じとかさ、なんか睨みつけてる感じとかさ、ちょいちょい監視してくるあたりとかさ、もう悪印象のオンパレードだったわ、お前。あんなやつが面接に来たら即刻不合格にするわ、お前。ですが初めは違いました。わあ！いやさ、いや、この人が寺野さんっていうこと以前にさ、この人誰やねんって話だろ、お前。お前、むしろこっちの女の方が気になるわ、お前。この写真は、お前。寺野さんに目に行った人は2割ぐらいじゃん、お前。残りの8割こっち行ったわ、お前。え？この写真は？清水さん。水見荘で働き始める前。清水は私にこの写真を預けたのです。そして言いました。すべてを捨ててこの村に来たんだと。清水さんはこの女性と別れてやってきたのか。え？でもさ、寺尾さんさ、この写真を渡されてどう思うよ。こんな写真を、この写真を渡されてさ、全てを捨ててここに来たとか言われて、寺尾さんどう返事してあげた？模範解答を聞きたいですね、私は。模範解答を聞きたいですね、それ。人魚の歌を聞いた男はこの村へやってくる。清水のもとは全てを捨ててやってきた男の一人でした。え？清水リア充だったん？彼女がおるリア充だったん？だってさ、後ろから抱きしめられとったで、今、清水、お前。あんなんリア充じゃないとできへんやん、お前。まあ、少なくとも非リア充の俺にはできへんわ、そのゲートは、お前。そして、私も。寺野さん？二つ目は、私についてです。あ、とうとう寺野さんの過去が。私の寺野というのは、偽名なのです。え？ちょっと待って。じゃあさ、テラテラノさんはさ、テラテラノさんじゃなかったってこと？え？本当の名前は水見義隆と言います。水見？え？ってことは、え？ノエちゃんのお父さん？おう！水見って。そうです。水見荘へ。人形を捨て去った主、政宗の息子なのです。あえ、誰やっけこれ。ごめんなさい、ごめんなさい、これ誰やったっけ、ごめんなさいね、ちょっとこれ誰やったっけ、こんな人出てきたっけ。え、こえ。ほら見てください、似てるでしょって言われてももう覚えてない。
ごめんなさい、こっちの人思い出せないです。思い出せないです。え ?20 年前、私は妻と1歳の娘を育てながら、みずみそうで働いておりました。父、政宗の異変に気づいたのは、日本海へ旅行に出かけて数日が経ってからでした。ある時、棺桶のようなものがこの旅館へ運ばれてきました。その時は分かりませんでしたが、そこには眠らされた死水が入れられていたのです。父の指示によって嘆きの前の抜け道を通り、新たに温泉を掘り進めていた地下牢へ運ばれたのです。そして人魚静江を監禁したのです。山奥の村へ連れ去られた人魚静江、来る日も来る日も悲しみの歌を歌い続けていました。哀れに思った私は、父の命に背き、一度だけ静江を助けようとしました。ですが、異様である静江の異様さに圧倒され、助けることはできませんでした。そして呪いをかけられたのです。呪い？静江は何十年でも何百年でも呪いをかけると、そう言ったのです。おそらく人魚の歌とは別の呪いを。え？俺と同じことを？あの過去の夢は寺野さんが助けに来た時を再現したものだったのか。呪いをかけられた私は家族に危険が迫ると思いました。私は妻と一歳になる娘を麓の町へ移住させたのです。そして二度とうつぼらへ、いつぼ村へ踏み入れるなと、そう伝えたのです。一歳の娘？え？湖の娘ということは？三つ目は娘のことです。娘の名前はノエと言います。ですよね。みんなも気づいとったと思うけど、そうよね。そうなるよね。ノエさん。そう、ノエは私の娘なのです。どうした運命のいたずらか、ノエはこの村へやってきました。私にはすぐに娘だと分かりました。そしてこの村の秘密を探っているようでした。ノエさんは寺野さんがお父さんだと知ってるんですか？いえ、私は静江に心を奪われ家族を捨てたのです。伝えることはできませんでした。うん、1歳の時やもんな。その呪いをかけられた1歳の時やもんな。っていうことはさ、1歳の女の子にはちょっと覚えてられるようなことじゃないよな。そんな全てが変わったあの日、私が最後に静江を見たのは、妻とノエが出て行った後のことです。ある日、嘆きの間で父の断末魔を聞きました。私が目撃したのは、恐ろしい顔になった静江が父を異空間へ連れ去る姿でした。まがまがしい。お前すごいまがましい映像画像が出てるよ今。あまりの恐ろしさに身動きできず、父が連れ去られるのを許してしまったのです。霊となった静江が夢に引きずり込んだのか。そしてあの夜、人魚の歌が村中に響き渡りました。村の男たちはおかしくなり、しばしった雨で徘徊を始めました。人魚の歌の呪いにかかったんだ。そして村中から男たちが姿を消しました。おそらく父と同じように夢の世界へ引きずり込まれたのでしょう。村は休憩衰退し、とうとう村人は私一人だけになりました。その間も静江の気配をずっと感じていました。きっと20年前の姿のままどこかで私の助けを待っているのだと。助けることもできなかった私を
あの美しい姿のままで待っているのだと、そう思っていました。そんなことあるはずがないというのに。自然に魅了されてしまった私は、もう村の外へ出ることはできませんでした。そして水見草の経営を続け、現在に至ります。そんな過去があったんじゃ。清水は人魚の歌を聞いてやってきた男の一人です。大切なものをなくし、この村まで来てしまったこの若者を、私はずっと気にかけていました。いつか返してやりたいと、私と同じ道を歩ませたくないと、ずっとそう思っていたのです。寺野さん、俺は夢に引きずり込まれた人々を助けるために来たんです。おそらく鱗という存在は死んだわけじゃありません。夢に引きずり込まれ、静江のしもべに変化しただけなんです。静江を倒せば元に戻るかもしれない。まだ間に合うかもしれません。そうですか。では清水はここに置いて旅館に潜入しましょう。静江をさ倒さなければ。行きましょう、寺野さん。清水、お前、寺野さんがこんなことを、寺野さんがここまで言ってくれとんぞ、お前。お前の意思はどうなん、お前の意思は。元を一緒におったリア充に戻りたくないのか、お前。リア充って言い方はよくないな。元の彼の恋人のところに戻りたくないのか、お前。今の話聞くだろう。おい、清水。夢に混ざりし、水味噌。やっと戻ってきましたね。ご主人様、どうするんですか。私をこんな目に合わせて。やめて、そういう言い方したらちょっとダメだな。そういう言い方したらダメだな。勘違いされちゃうな。人魚静江の霊力の源を探します。鱗が守りを固めている旅館の中に霊力の源は隠されていると思うんです。静江は今現実世界へ出てきている。霊力さえ立ってしまえば本体を倒すことができるでしょう。結構力技ですね。好きでしょ、フィジカル好きでしょ。フィジカル無茶しやがって。あ、わ、清水さん、これを使え。夢見てる。え？おー、なんか最近の話でキラ先輩から政治ハンマーを受け継ぎましたみたいなシーンがちょっとここに来て似たようなシーンが。正面突破するなら武器があった方がいいだろう。清水、助けてくれるのか。さあね、僕は静江の思うものになっているのが腹立たしくなっただけだ。鱗にも一人一人意志がある。僕たちに愛のない静江のためにむざむざとこうやってやるつもりはない。清水、ありがとう。届いた。テラテナノさんの思いが清水に届いたぞ。みんな、テラノ。さあ、視聴者のみんなもテラのコールをコメントで打つんだ。よし、力まで行こう。よっしゃあ、この3人でやったら何でもできるぞ、お前。